久しぶりで。お久しぶりね、あなたに会うなんて。あれから何年たったのかしら。少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうでなんだか怖い。それじゃあさよなら元気でと冷たく背中を向けたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる。もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度巡り会いたいね。谢谢。久しぶりで、こんな真夜中にあなたから電話をくれるなんて。おかしいくらい真面目な声で、私に迫るから眠気も覚めた。もしも今でも一人なら、映画みたいな恋をして愛を育ててみたいねと笑ってみせる。それじゃあさよならこれきりと冷たく受話器を置いたけど、涙が知らずに溢れ出す。どうかしてるね。もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度巡り会いたいね。もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度巡り会いたいね。ありがとうございました。